2組のデックと爪楊枝を使います。2組のデックを立てかけて、爪楊枝を1本このデックの上に置きます。そして片一方のデックを取っても、バランスを取って持ったままです。観客に先端を叩いて、落としてもらいます。一度落ちると観客が何回やってもバランスを取って乗せることはできません。